江戸川病院乳腺外科の田澤です。今日は乳がん治療に対するカードの切り方について症例で説明します。胸壁再発、結構広範囲ですね。ペットで見ますとこのようになります。さらに多発リンパ節再発、これは鎖骨か液か、さらに体側の液化にもあります。これはこれだけの胸壁広い範囲でしたので、おそらく胸壁沿いに体側へ転移したと思います。まず1枚目のカードは薬物療法、全身をコントロールすると。この方はトリプルネガティブ、術後にアンスラサイクリンとタキサン、タキサンでも土星タキセルでしたので、ここはアバスチンパクリタキセル行いました。非常によく効きました。これだけ綺麗になってます。ただしですね、体側の液化があまり効かなかった。他はよく効いたんですが、ここだけ効かない。エコーで見ますと、多発してる。ここは手術しました。手術というカードです。さらにですね、胸壁綺麗にはなってますが、元々の状態を考えますと、ここは危うい。BNCT。このカードも大事なカードです。終わります。